来ちゃね、来ちゃね。もしもし。ういーす。あ、どちなの、どちなの、幼稚園からどっちなの、うるせえぞ。はい、自己紹介お願いします。はい、おじまわり県のりプロっぽいようなことをしてるとまりまりです。はい、のりプロ所属とまりまりです。絶対違うじゃん。ちょ、泊まりにかけたらね、泊まりからかかってきたら、今女からまたね、通話がめっちゃ来た。ね、なんでごめん。そうやっていろんな女はべらかして。ごめんな、今泊まりの時間なんや。そうだよ。泊まりの時間なんや。ラグがあるからな、放送には。ね、泊まりね、あのね、うん、やったことあるバイトの話したいの。おー、いいね、いいね。聞きたい、聞きたい。何、あの、ネタマの仕事とか？いや、もっとね、なんか、えげつないのあって。えげつないのコンビニだったんだけど、うん、あの、3日で辞めたんだよね。コンビニ3日で辞めるってあるよ。だって普通の仕事じゃん。あのね、うん、すごいよ。なんで？店長にケツ揉まれた。やだやだ。いやでも仕方ない。だってさ、マリちゃんドスケベだもん、見た目が。いや、なんかさ、うん、違う、なんか本当に面接の時に店長がまず勘違いして、うんうんうん、はいはいはい。え？どういう勘違い？いや、なんか普通に最初面接に行った時に、おうおうおう、女の子だと思われたんだよね、その時に。まだ本当に、まあ、中学卒業してすぐとかみたいな時だったから。まだトマリの身長が伸びてない時や。そう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 。はいはい、小柄な時や。その時に、うん、もうなんか顔も幼いから店長が勘違いして、で、その店長面接の途中でどっか忙しくて行っちゃったんだけど、後日また顔合わせの時に、や、よろしくお願いしますって話してたら、店長が、なんか、もうその数日後にケツを揉み始めて。やだー、犯罪なんですけど。そうね、もうこれさすがに無理だって思ってやめて。うんうん、もうそれは普通になって命の危機やん、マジで。いや、ほんとに怖かったよ、あれ。いや、でもね、マリちゃんね、マジで今ですら、すげえ女子っぽいから、あの、会った時も。え、いや、でもね、じゃない。マリちゃんって、あの、身長の話とかって言ってる？あー、でも言ってもいいよ、全然。あ、言ってもいいよ。あの、身長高いんだよ、マリちゃんって。そう、あの、ジョースターさんぐらいあるから。そう、すげえでかいの。あの、冗談じゃなく、180ある？ある。あ、180普通にあれ超えてるんや。あるあるある。で、マリちゃんね、その、なんかいつもこじんまりしてるからそんなにでかくは見えなくて。あー、そう、あと喋り方もこのままだから、マジで、そう、このまま、あの、背の高い女に見える。ねえ、やめてよ。いや、マジで女に見えんだって。もう、さすがにさ、今ぐらい大人になってからそれ言われるとあんま嬉しくないよね。だからコミケとかで会うとさ、あ、たまきちゃーんって言って、なんかあの、ねえ、顔の近くで恥ずかしいから、あーって手振ってくれて、恥ずかしいからやめて。あー、来てくれたの、ありがとうみたいな。え、でもできるだけその、うん、なんだろう、接客業やってたから、うんうんうん、それはなんかホビーショップとかで、なんか、ほい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 、人に対してこう、柔らかくなきゃっていう意識がすごいあるから、あー、それはそうだよね。喋り方的にはいつもこうなんだよね。はいはいはい。あ、じゃあ接客業長かったかなってのもあるのか。そうそうそう。あのね、そこはね、あれ、某着ぐるみとかを手引いて引率しながら、こう、あー、着ぐるみ引率のお兄さん。そう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 。はいはいはい、はい。とかやってた。へー。あ、でも合いそうだな。なんか、あの、ああいうのってさ、顔が怖い人多分できないじゃん。子供たちの前に出なきゃいけないから。そう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 。あのね、顔が怖い人が担当してたんだけど、うんうんうん、なんか、苦情が来ちゃって。あ、やっぱダメなんだ、あれ、顔怖いと。そう。うんうんうん、なんか、写真撮るときとかにその、お兄さんの顔が入るのが嫌だから、みたいな感じで入っちゃって。で、泊まりが出たら大丈夫だったっていうのがあって。うん、確かに、マリちゃんね、本当に顔女側だから、あの、優しい。いや、それめっちゃ褒めるじゃん、やめてよ。いや、イケメンなんだって、本当に。マジでイケメンなんだって。本当に、やめて、やめて、もうそれ以上、なしなしなし。かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。いや、まぁ、あ、ちょっとね、トマリが照れ始めちゃったんで、じゃあちょ最後にね、はい、マリちゃんに言いたいことあるんだよね、僕。はい、いいですか？ちょっとこのイケメンって褒めた流れで言うのすげえなんだけど、はい、いきます、じゃあ。はい、トマリ、愛してるよ。お断りします。25万におめでとう。ありがとう。なんでお断りされんだよ、マジで。